TurnAGundam.敵はどこなんだ?VRヘッドはどうやって出したっけ?マニュアル。VRヘッド。来た。アンノーンのAはモドムに転換。Bはニューモデル、ワットタイプにしておけ。WAD。 火はつけたのか?つけました。煙幕があると機関銃は撃てなくなるんじゃないのか? 炊いたら見えねえじゃねえか。行きます。5キロ?いや、4700メートル先にある。高所位、今の校舎をさらえてください。高所位でもどもならさらけるでしょ。放射砲は潰した。 雑魚のようなミリシャ部隊は正確に目潰しをするんだ。畑は収穫をしなければならないんだからな。本物のモビルスーツがいた。レーダーでチェックしてたろ。この地形にはいないって話だった。だから捕獲して調べなければならないんだ。あの機体は完全じゃない。生け捕りにできる。バットって対人兵器じゃないか。左右から来た。挟み撃ちか。 あのオドムに連絡をつければ戦いをやめさせられ。何をするつもりなんだ。やめさせろ。隊長、ヒゲのやつのライフは中心が溶けています。使えない武器を持っている。私たちを引き出して一気に叩くつもりか。 確かにビームライフルは歪んでいる。あんなに大きいモビルスーツ、物を壊して。早い。逃がすぞ。林を焼き払っても。 近づいたようだぞ、ジェシカ。ソシエ王女様、起きてくださいまし。ここも危ないかもしれません。ジェシカよ、荷物は車に乗せといたか。持ち出しようはね。ロランは戦ってるの？あっ。
うつもりのない奴がモビルスーツを持ち出すわけないだろう。そんな強力なモビルスーツがイニシャのものなら捕獲しなきゃならねえ。そんなこと言うならこのまま潰してしまいますよ。潰してみろ。子供が貴様を潰すぞ。ふざけてんのか。ワッドを持たれてたら攻撃もできない。交代しなければ本気で攻撃します。この人たちだって振り落としちゃいますから。やっぱりホワイト道路を狙ってる。グエン様の言う通りだった。行くぞ。地球の人はやることが無茶苦茶だ。あ、しまった。メシェイは？あったー。落ちないでよ。びっくりするでしょ。すまん。畑を荒らされるな。宇宙人だと追い出せ。畑を守れ。野草が出てけ。海賊を出てけ。野蛮な地球人はやはり蛮族としか言いようがない。旧式の火器で戦いを挑むのが地球の文明レベルだ。しかしあれはどう見てもモビルスーツだ。しかも新しいものに見える。ポー隊長。なんだ。地球人に銃を使ってはいけませんか。武力行使は最小限度だ。爆薬付きの落とし穴は邪魔を見ろってんだ。ディアナ様だ。ディアナ様は人間には攻撃しないように命令してるんだ。あっちには入れねえぞ。逃げるわ。逃げた。ちっこい奴らも逃げる。メシュー、スノットル全開。おい、弾がなくなってる。体当たりでもしろっての。そうだろうか。逃げてくれた。ミリシャが出てきてくれたからとは思えないけど、雨のせいなんてことないよな。どのような交戦も認めていない。交渉のためにも敵のモビルスーツの情報は必要と考えたのです。捕獲すれば一層有利な交渉ができると。その判断はこちらでする。第二次機関戦も降下するところだ。その護衛の方が最重要任務である。椅子に座っているだけで地球に帰れるのか。戦争になっているんだよ。運転手は死んだか。どうやって動いてるのかじっくり調べてやる。うわあ、開いた。人間がいた。よくも畑を荒らしてくれたな。どうも撃つだ。うるせえ。やれよ。捕虜に銃を向けるなんて卑怯じゃないですか。貴様はこいつらの仲間か。僕はホワイトドールに乗ってんです。だったらミリシャのヒゲ人形だ。ヒゲ人形。この機械の動かし方をこいつらから聞かなきゃならん。ほら、アイムの旦那には気の毒なことをしたな。ソシア無事って本当だね。無事ですよ。この通りだけでも十何組かのお葬式。何が見えるの。雨を。焦げ臭くない。空から降りてきた機械人形が火事を起こしたでしょ。そうだったかね。サムとは連絡取れたの。ビシニティと電話が通じました。あちらもむごいことになってしまって。そう、怖いわね。お父様がお亡くなりになったんです。亡くなった。ディランが。機械人形の火でお家が焼けて父は死んだって。お母様。死んだ。お母様。あ、お母様。Ha ha!
球の雨とは暖かいものだな。緑の地球、我らが故郷か。ロランはホワイトドールから出た機械人形みたいなので戦ったんだよ。男たちはミリシャに入るって頑張ってるってのに、飛行機で戦うつもりだったソシエが寝込んでたら、お父さんなんて言うかね。ハイム家を継いでくれなんて絶対に言ってくれないよ。ロランが機械人形を動かしたの本当？敵の機械人形を殴りつけたんだってさ、すごかったって。あのロランが？だけどさ、あんなんじゃ心もとないんだ。飛行機ならまだ戦いようがあると思うんだ。私作戦があるんだけど手伝わない？お父さんの仇を取りたくない？仇を打つ？そのために飛行術を習ったんだろう。仇が打てるんだ。